メディカルパーク横浜院長の菊池です。この動画では体外受精の基礎知識についてお話しいたします。体外受精は受精卵と肺の発育をですね、体外で行う医療であって、基本的にはそのチェックができるタイミングであるとか、人工受精では見えない部分が見える、検査でもある治療ですね。1978年に世界で最初の体外受精が行われてから、不妊治療の中心的な方法になってます。で、2022年の4月から、体外受精を含む不妊治療が保険適用になりまして、かなり今は費用的にも安くできるようになりました。で、体外受精はそういったこともあってですね、2022年から保険適用になったんですけれども、その直前の2021年までのデータですが、かなり多くの方々が体外受精で生まれているということになってまして、11.6 人に1人が体外受精で生まれているというふうに言われています。で、妊娠の成立過程ですけれども、膣内に射精された精子が、卵管で卵子に出会うわけですけれども、射精された精子はですね、排卵された卵と卵管のこの膨大部ってところで出会います。で、そこで受精をして、肺の発育過程を経ながら、最終的に排卵法という状態で子宮に着床するというふうなことになりますね。この胎盤法までの培養を体外で行うのが、体外受精ということになります。で、体外受精なんですけれども、基本的には卵管が通ってない方、受精が起こる場所が卵管ですので、卵管の詰まりがあったり機能障害がある方はまず体外受精を行った方が良いでしょう。で、精子がすごく少なくて、射精された精子の中ではなかなか自然妊娠が難しいという方には体外受精が向いていると思います。あと、その一般的にその体外受精っていうのは人工受精までの治療をやってもうまくいかない方とか、そのあとはですね、卵子を凍結していてそれを使う場合はもちろん体外受精になりますので、そのような方々にも検討すべきかなと思います。あと、その先ほどお話したようにですね、薬物療法、手術療法と書いてありますけれども、一応保険適用上人工受精までの治療を行って、うまく妊娠しない方っていうのは適用になってます。ただ、これ人工受精をやらなきゃいけないというわけではなくて、人工受精までそのタイミングと人工受精合わせてですね、うまく成立しなかった方は体外受精を検討することとなります。あと、その妊期間が長い方、あとはですね、年齢が高い方も体外受精の方が確率が高くなりますので、この後ご説明しますけども、早めに体外受精を検討した方がいい方も中にはいらっしゃいます。で、体外受精の流れですけれども、基本的に卵を作るその排卵誘発ですね、通常1個ずつしか排卵しないんですけれども、体外受精においてはなるべく複数個の卵を作ることで確率を上げていきますので、お注射等を使いながら排卵誘発、卵巣を刺激して卵をなるべく複数作るようにします。で、その超音波を見ながら採卵という、これは手術になりますけれども、麻酔をすることが多いですが、採卵をして卵を卵巣から取り出すわけですね。で、その後旦那さん のパートナーの精子と受精をさせます。受精の方法には一般的な体外受精という方法と、精子がすごく少ないとか受精がうまくいかない方のために行われる顕微受精という方法があります。その後、肺培養、先ほど妊娠の過程のところでお話したように、受精した後肺盤法まで培養をして、その後1回凍結保存をして、複数個ある場合はこれを2回目3回目にも使えるように凍結しておきます。で、その後移植ですね。これまた移植前にいろいろ検査が間に入りますが、子宮に異常がないことを確認した上で肺移植を行って、うまくいけば妊娠判定と、だいたい妊娠判定は血液検査で行うことが多いです。で、体外受精以外の選択肢っていうのは、例えば卵管が詰まっている方とかは卵管を通す手術の FT システムとか、あと腹腔鏡、内視鏡手術で卵管を開口するっていう方法もあります。あと、子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣嚢腫なんていうのは、これは体外受精も併用してその両方を行った方がいい場合もありますので、手術療法、メディカルパーク湘南ではいろんな腹腔鏡手術もできますので、手術も検討した方がいいという場合は、体外受精以外にこういった方法で自然妊娠できるようになる場合もあります。ただ、年齢が高い方とかはできれば体外受精になるべく早く入った方がいいとは思います。で、体外受精の成績ですけど、これは日本産科婦人科学会のデータなんですけれども、やはり左の表のようにですね、30代中頃ぐらいまでは
ある程度の妊娠率がキープできるんですけれども、やはりそれを過ぎると妊娠率が下がるのと、あのグレーの線は流産率ってものですが、あの妊娠しても流産する確率が上がってくるので、結果的な生産率っていうのは特に40代を過ぎると低くなってくるわけですね。全ての年齢を合わせると右の表になるんですが、ただこれは年齢が高い方が入ってきているのでちょっと低めになっていると。ある程度30代のその中頃ぐらいまでだったら、まあ、3、4割キープできるというふうにお考えいただいていいと思います。当院の治療成績についての表になります。これを見ていただいて分かるように、特に2022年になってからおかげさまで保険適用で件数が増えております。まあ、卵子凍結は相変わらず同じような数字になっております。でこちら治療成績になります。若い方の方が妊娠率が高いのはこれも仕方ないことなんですけれども、ある程度のご年齢でも、それなりの結果が出せるように努力しております。でリスクについてですけれども、卵巣を刺激しますので、たくさん卵を取るということは卵巣が大きく腫れ上がりますので、それによってお腹が張ったりですね、腹水といってお腹にお水が溜まったり、ひどい場合は胸に胸水っていうものが溜まって呼吸困難になったりすることもあります。もちろんこれを防ぐような方法もありますので、むやみにたくさん卵を取るということは避けなければいけません。あとはその採卵手術で卵巣に針を刺して卵を取るんですが、やはり出血が止まらないなんてこともごく稀にありますので、そういう時には輸血が必要になったりすることもあるでしょう。あとばい菌が入ってしまうということもやっぱり手術ですので起こってきます。これもですね、抗生剤なんかである程度予防することができますが、例えばですね、卵巣に脳腫がある方とか、チョコレート脳胞と言われるような子宮内膜症のある方は感染しやすいので注意が必要になります。あとはそのさまざま培養液なんかを使いますけれども、その培養液にこう何かしら その影響があるんじゃないかということも懸念されます。ただ今のところその大きな問題が起こったことはありませんので、そんなに心配しなくてもいいと思います。で多胎妊娠なんですけど、これは双子ということになるんですが、もちろん卵を2個戻すと双子以上になってしまいますので、基本的には1個ずつ戻すことになります。ただどうしてもなかなか繰り返してうまくいかないという方は2つ戻すことも一応許容されてますので、その場合は多胎妊娠という可能性が出てきます。もちろん1個しか卵を戻さなくても、いわゆる一卵性の双生児ということも可能性としてはありますが、体外受精の方が若干そういったリスクも高いんではないかとも言われております。で生まれてくるお子さんのリスクに関しては基本的に大きな問題はないと思っていただいていいと思うんですが、ただまだ40年少しの治療ですので、100年200年先のことまではまだわからないんですね。ですので、絶対に安全とは言い切れないんですが、逆に今までの経過では大きな問題はないとされているので、そこまで心配する必要もないと思います。で治療については、体外受精っていうのは検査も兼ねるというふうに冒頭お話ししましたけれども、絶対出産できるというものでもはないです。ただ受精ができているかどうか、いい卵ができているかどうかということを確認しつつ、それに合わせて治療をいろいろ組み合わせることも可能なので、そこはお二人でですね、ドクターと相談しながら進めていけばいいと思います。で基本的にはその治療検査っていうのはもちろん良い面悪い面ありますので、そのあたりをよくご理解していただいた上で始めるのがいいと思います。で一応ですね、保険適用でも自費でもそうなんですけど、基本的に2人で行う治療ですので、お二人でその治療の理解と同意が必要となりますので、もちろん我々ドクター以外看護師にもですね、何かありましたらご相談いただければと思いますので、何なりとお話しいただければと思います。以上です。